ミスター M さん、おはようございます。そして、2020年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今回ミスター M さんね、ガチンコマッチョクラブの53話ということで再開していただいたんですけども、なんかね、ミスター M さんの帽子と、白い帽子とメガネがないだけでまるで別人のような印象を覚えますね。プラス背景がですね、なんかトレーダーさんみたいに画面がパパパッとあるわけですよね。なんかこう FX の相場解説でも始めるのかなみたいな雰囲気でございました。で、トレーニングの方なんですけども、非常にね、分かりやすくってメリットデメリットがあったりとかして、あと分かりやすいなっていうところですね。で、実際にやってるところが倍速とかで間延びしないように作られていてね、で5分6分にまとまってるところもなかなかいい動画だなと思いましたね。で、今回ね、ちょっと私の方から質問がしたいところが2つありまして、よろしいでしょうかね。一つはですね、なんて言いますか、空腹時の運動は避けるようにというふうに言われてましたけども、じゃあ食事をしてすぐやっていいものなのかどうなのかとかね、食事をしてどのぐらいの時間の後にやるのがいいかなと思っちゃったんですけども、それはどうだったかなっていうところですね。で、もう一つがですね、そのジョギングをするときに、まあ住宅地をね走られてますけども、終わった後やっぱ心肺機能がハー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 言うと思うんですよ。その時に私の場合はね、結構運動する時ってその携帯型酸素っていうのをシューッとやることが多いんですね。そういったものの効果っていうのは私考えたことなかったんですけども、ミスター M さんなりの見解をそこにもいただけたらと思います。なんか1本ね、5、600円で通販で Amazon とかで買えるんで、3本セットとかを買って、私もね、こうやってまあ、ジョギングを軽くした時にハーハー言うんですよね。もう年が年なんで、筋肉が痛むよりも先に息が上がっちゃうんで、酸素を吸って回復するってことをしましたけども、そういったのはどう思います？では、この2つのね、ご質問とともに動画の返信とさせていただきます。それでは、これからもよろしくお願いします。ミスター M さん、失礼します。